皆さんこんにちは。神戸市民の淡井圭介です。本日2025年、5月の15日、ゴルフ業界の方たちへのメッセージなんですけども、もう正直本音言わせていただきます。ホームページ淡井圭介の履歴のその一番の上の欄に、ゼロ最重要項目というような、名称だったと思いますけども、まあ、わかりやすく、ちょっと横文字入れたら、発見しやすいじゃないですか。まあ、それでああいうふうな番号で、エネルギーの残存量問題で、記載させていただいてます。で、それ見ていただいて、もうみんな協力するしかないで、ちょっと改革してもらえないですか。海外へのゴルフの参加、まあ、これは人命的なものを含めてね、ちょっとご遠慮していただきたいなというのがもうこれ事実です。実際海外の方へそのゴルフの大会を開いたりだとかによって日本のスポンサーがお金を出したりしてると。でそこへそのお金を取り戻すために試合勝ちに行ったりしてるっていうのがこれもう当てはまるんですよね。で月曜日を僕は休みにしてるのであって、で夜中もあんまり遅い時間眠れなくされても困るんです、その電波とかの力でね。でそれで僕は不眠になっていたり、これはまあ、例えば大谷翔平とか阪神タイガースを例に挙げますと、まあ時間が夜中で試合してるエンゼルスの試合とかだったら僕の体温とかを翔平は、使用しています。まあそれによってね、お手洗いが近くなって、途中で起きたりとかね、要するに睡眠不足になってしまうんです、仕組み的にどうしても。だからアメリカの大リーグに呼びかけているのは、とにかく西海岸は西海岸のチーム同士で試合をして、西地区、中地区は中地区のチームで試合して東地区は東地区に分けてほしいと。で東地区の人はヨーロッパからの人は行けば あんまり時差がないから、それだったら力を貸す人の方がなんとか持ちこたえれるというような形でね。でこれ起きてる時間でも実際どうなってるかって言ったら、体温加速法だったら、例えば阪神タイガースの試合だったらね、これが5月、まあ大体10日ぐらい、まあ、大体の話を入れてもらわなかったら正確な日付もそこまでもう僕も追っていられないんで、1試合の間にお手洗い5回行ってます。まあ正面なんですけども、非常にね、健康に悪いんですよね。でだいぶ僕の方が無理していて、でまあこれはライジンやボクシング業界の方たちとも一回ね、そのライジンとかボクシング業界みんなで集まってこれ本当に話した方がいいと思うんです。もう一つの業界がどっか、まあ K-1 も含めてそうなんですけども、ある程度その世界戦で通用して世界チャンピオンとか誕生すると、まあ一時的にその盛り上がりますよね。である程度売り上げが出たりします。だけども同時にね、これ K1 とその MMA と、まあその中に、まあライジンの中に結局 MMA と K1 が集まってくるような仕組みになっていますけど、そのトップクラスの選手はね。で、まあ、あとボクシング業界ありますけども、いろんな世界チャンピオンがね増えすぎるとやっぱり無理があるんだと思うんです、その有料番組の部分とかもね。で井上尚弥選手ぐらいいい世界中に知名度があれば、他国の人たちとかが有料番組で見てくれるから大きな売り上げにつながって、でボクシング協会という裾野へある程度お金をその分配できるような形がなかったら、ボクシング協会は各そのジムのね、まあ、要するに社長の人たちが、集まってそのジムを開いてる方たちがね、でその人たちが集まって会議とかをするわけじゃないですか。その日程を組んだりとかね、それを管理してとか、例えばホームページを作成とかね、ああいったものを全てお金がかかるんです。だからそこへお金をある程度渡さなかったら協会として成り立たなくなってしまうんです。で、まあその
結局格闘技協会とかにチャレンジされる方が増えれば増えても、今はもう少子化でありまして、でこれは日本だけじゃないんです。中国も少子化、ロシアも少子化、先進諸国はどこの国も少子化進んでるんです。アメリカはなんとか人口を保ててるのは南部の方の南米の人、まあメキシコとかももっと南のエクアドルとかね、あの辺りの人たちとか難民としてアメリカの方に移住させてくれって来てるんです。1日に1万3000人がそれぐらいなんですよね、あの国境沿いに来てる人。だからトランプ大統領はちょっと待ってくれと、こんなにたくさん毎日来られてもこれ無理だということで、あの壁を気づかれたんです。で、まあ、トランプさんがああいうふうな事件があったっていうことで、まあ、僕としてもちょっとそこから先はまあ一線引くような形にはなるんですけども、これね、世界中で本当に的確に今エネルギーの残存量問題とかで的確に物事判断しなかったら、いつまで石油とガスの輸入が持ちこたえれるかっていうのはもう日を見るよりも明らかなんです。でウラン鉱に関してももともと大卒出身の人間なんか頭のに本当に良い人間ってあんまりいないんです。テレビに出てる中村逸郎とかああいう人のテレビに出てる喋ってる内容見たら分かります、本当に。であと医療機関がどれだけえげつないことをしていたかっていうのは僕の317番見てもらったら分かります。それが精神病院の実態で、法律見てもらっても分かります。毒を混入することを法律の世界で認めてしまってるんです。こんな無茶苦茶な社会ありませんよ。でこれ多分国連加盟国の多くの国が医療機関がそういうふうなことを行ってる。怖すぎますよこの社会、本当に制御なんか効いてないんですよ。善意とかの部分の方が上回る形で物事を動かしてないから。だからもう宝塚三田病院も、まあ神戸の裁判所の人がね、僕からの事情を聞いて事務員として働きに来たんですけども、もう僕が行った時に言ってたのが、もうここもどっから手をつけたらいいか分からへんわって、もうその人もいっぱいいっぱいになってるんですよね。だから余計なところとにかく省きたい。でなぜ特に女性ゴルファーでね、髪の毛染めてしまってる人があれだけたくさん増えたかって言ったら、もともとお金かけてるでしょ。大会の参加に40万円とか、今いくらなのか知りませんけども、あれもコロコロいろいろ変わったりするみたいなんで、僕もよくわからないんですよ。ゴルフの会員権の権利に関しても昔1000万円で売ろうとしたりとかね、そんなむちゃくちゃな時代があって、それ何原因かはしっかりわかってるんです。案外プロゴルファー猿なんですよ、藤子不二雄さん。ああいう風な人たちがその当時は漫画界の、まあ、第一人者で、まあ、ドラえもんだとかいろんな漫画を作っていて、まあ、その前には鉄腕アトムを書かれた、ちょっと今名前が出てこなくなってるんですけども、まあ、そういう先駆者の方たちがいらっしゃるんですが、テレビでねアニメ程度でも放送してそれが大きく取り上げられてしまうと、ああいう風になってしまうんです。日本中でいろんなところでゴルフ場が作られたり、ちょうど時期はバブルの成長期と呼ばれてた時代で、あれは完全な大嘘で、経済ばっかり覚える人が物事を動かすようになったら絶対ああなるんです。お金にばっかり走ってるから、そこに理性とか何もついてきてないんです、知識とか。でスポーツだけをしてきた人はどういう人になるか分かります。はっきり言って法律なんか分かんないでしょ。六法全書と向き合う自信あります？頑張れる自信あります？そしたら僕は頑張った人として認められますけども、ゴルフだけをしてきた人間が六法全書と向き合ってね、大きく社会問題と向き合って悩んできた人間だったらね、僕も一人前の社会人として扱えるんですけども、ただただゴルフしてるだけの人なんて、もともと親は金持ちとかだったからゴルファーとかになったんでしょ。それ知ってるんですよ。あんまり髪の毛染めた人までに肩入れなんかしたくないし、ただし本当に現場見に行った時に本当は髪の毛染めてなかった人とかもいるでしょう。だからもう科学の世界は遠の昔から暴走してるんですよ。
スポーツの勝ち負けなんか国際戦でもう何十年も前から僕は担当するような形になってましたし、で親善試合程度でしたけども、あの女子バレーの試合でね、他国の選手に多分もともと入れ墨なんか入れてないと思うんですよ。その入れ墨を表記させたらこっちは頭の中で暴力団側だとか思うじゃないですか。そしたらその選手簡単なレシーブすらできなくなるんです。これはもう現実なんです。だから髪の毛染めてる人間なんかテレビ出たら本当は危ないんです。で、すでに結果なんか出てるんです。髪の毛染めてる人間ほど骨折とかしてるんです。ゴルフではさすがになかなかないと思いますよ。してることはね、そのしてることが危険なことに比例してそれプラス髪の毛まで染めたりとか入れ墨入れたりとかする本当にした人間はやっぱり大怪我してます。もうこれはもうどこの業界も同じで、格闘技業界なんかもともと危険でしょ、してることは。一応まあグローブとかつけてますけども、 MMA ルールも一時あの拳の部分がものすごく薄いそのグローブをつけていて、あんだけ薄かったらその、まあ、拳を守るためでもあるんですけども、相手のね、例えばあばら骨折ったりだとか内臓に深いダメージとか与えないようにすることが目的であって、本当に頭蓋骨も割れるときは割れます。本当にだから顎を割れてる人たちはボクシング界も今までいました。長谷川穂積元選手も彼も顎を割られたことあったんじゃなかったですかね。で僕も路上で暴行を加えられて、もうそれは傷害事件なんですけども、骨折以上は傷害事件として扱われます。あの両顎を割られて複数の人間に、でオペするときってね、皮膚をね、歯茎とそのほっぺたの間を刃物でね切開して、で肉をある程度取り除いてね、骨の部分まで見えるようにして、で、金属の金具で固定して割れてるから、でくっつくのを、自然にくっつくのを待つんです。でそれまでめちゃくちゃ痛いんです。痛みの止めなしだったら眠れないんです、本当に。でそういうえげつない部分等があったから、これはボクシングの団体にもよるんですけども、あの一時からグローブをちょっと大きくしたりだとか、あのそれで安全性を高めたりしたんですね。だから神がかり的な力をコンピューターも覚えているのは事実であって、本当のことを言うと髪の毛を染めていると海洋基本法違反なんです。違反か違反じゃないかで言うと、河川海をケアしてはならないって書いてますから、そんな薬品を垂れ流しちゃダメなんです。海とかにその魚をみんなが食べるわけで、1985年の阪神タイガースの優勝を YouTube で確認してください。スタジアム見たら髪の毛染めてる人がほとんどいません。今の現代人の人たちがお金を持って世の中を舐めすぎたんです。自分は裁判で引っかからないと思って。本当は裁判者の人たちが大きく間違えたのが原因なんです。さすがに裁判官のほとんどの人は髪の毛染めていません。よく思い出したら朝廷で出てきた人ですけども、朝廷も確か裁判官が扱うはずですから、女性の裁判官で一人だけ髪の毛染めていたものは見たことありました。でその人がもともと僕より1歳か2歳か3歳ぐらいかな、年上の人で、兵庫区の近辺に多分住んでた人で、子供の頃に今現在フリーアナウンサーの上夏美を神戸市立ホテルフルーツフラワーパークに1997年か8年頃連れてきてたと思うんですよね。でテレビに出てなぜみんなああいう風に髪の毛染めてしまうかっていうと、浮かれてるんです。仕事中なんかに笑ってる場合じゃないんです。どこの仕事場も法律を覚えなきゃなんないから、法律を覚えなかったら絶対失敗します。で多くの一般の人たちが六法全書を金銭的に購入できなかったりして自分で訴えれないんです。パソコンを購入して、でいろんなことを覚えなかったら、あの自分でプリントするコピー機とかを購入する方向に動きます。僕はそうでした。で、そのコピー機は電波によって操作されていて、こちらに対してスポーツの勝ち負け含めて、コピーできなくされたりします。本当に。
それで裁判妨害を15年前から受けているんです。で、最終的にたどり着いた結論はネットプリントが一番いいかなというところで、ネットプリントだったら正確にコピーできます。コピー機は途中で止められるんですよ。で、紙詰まり状態にされるんです。で、いちいちそれをコピー機を開けて、紙詰まりしてるのを引っ張り出して、それを何回も閉じて、で、確認しましたがどうでしたかをずっと聞いてくる。本当は電波でコンピューターが分かってるのに。そういうふうなサイバー攻撃とかが昔からあるんです。で、みんな現実向き合うところから逃げてしまうんです。この国自体が法律守る気がないっていうことが分かるから、コンピューター任せになってしまって。だけども多くの国会議員の人たちはまとも側であって、善意を中心で動いてくれてるんです。で、真面目に取り組んでくれてます。今日は5月15日ですけども、私からの発信で、スーダンやシリアの戦争の調停に、みんなで、動きましょうって言ったら、世界中で一斉に動いてくれました。まず、スーダンから自分たちの国民を脱出させましょうで、動きました。それは最初はバスとかでこう飛行場まで移動してきてもらって、ドイツならドイツ軍の人たちが輸送機を、現地に飛ばして、でそこで乗せてあげて、ドイツ国内に返してあげるとかね。この世界中で、日本も同じようなことを、今も動いた後かな、5月10日ぐらいからそういう動きになったのもう少し前かもしれない。それは僕の、4.2番、ホームページ淡井圭介の履歴の4.2番とか4.1番とか見てもらったら分かります。世界上層部で淡井圭介を知らない国はまずいません。それは実際、アラブの春とかを、最終的にロシアとトルコの方にお願いして、陸軍を派遣してもらって鎮圧したんですけど、あの時は国連という形で世界全体が一枚岩になれたんです。西側諸国と東側諸国に分かれてない状態で。で、その後のシリアは問題だったんです。シリア政権はもともとロシア側で、反体制派の人たちが、西側諸国側みたいな形になってしまったんです。で、それは良くない。本当は国連という形でまとまれば良かったんです。そうすれば、せっかく、イラクのね、国内を、アメリカもロシアも共同で動いてくれたんです。で、僕からのメッセージ、プーチンさんも言ってくれたんです。西側諸国の国々を同盟国として、軍事同盟国として扱って今回の任務に当たるようにって、それ日本の全国放送でも流してほしい、これは世界中の報道機関で流してほしいって、水面下でも最初から言っていて、その通りにしてもらいました。これでやっと世界中まとまっただったんですよ。だけども、その後のシリアは問題で、反体制派がね、グループが、最初の確認では50ぐらいで、もっと探したら100ぐらいみたいだと、これもね、調査しに行った人の調査の仕方で、正確な数なんかわかんないんですよ、あんなに戦争してる地域。どこがどこの傘下なのとか、それ一つのグループとして扱ってていいのって、なぜグループとして扱うかって言ったら、もともとの民族間の、問題とかがあって、そういうふうな形になるんですけども、そこにね、アルカイダとか、いろんな、テロ集団のグループが反体制派に集まり始めた時点で、もう事態収拾つかないんですよ。反体制派で一回停戦の方向でみんな話を折り合いつけてほしいと、そうじゃなかったら西側諸国ももう協力できないっていうことで、トランプさんとか、その当時の大統領だったトランプさんとか、ロシア側とか西側諸国にもお願いしたんですよ。で、テレビでシリアの件、もう日本でも放送しなくなったんですよ。僕はもうこれ無理だと。反体制派が意見合わせてくれないんだって、停戦できるわけがないと。ずっとあの人たち戦争してると。無理だと。もうそこまで自分の命かけてまでするようなことじゃないと。自分の家族のこととかを考えて難民になる方がまだマシだっていうことを理解してほしい。で、一回停戦してくれたら、僕たち先進諸国が家の復興とかね、水道管直したり、電線直したりとかね、そういうふうな形で行くからと、自分たちのお金でって。で、だけども、それが残念ながら、あんな激戦地になったらね、そんなとこ行かせられないんです。行った人が死んでしまうから、いつミサイルが飛んでくるか、いつ鉄砲のために撃たれるか分かんないから。もう映像で出てるでしょ、もう建物もボロボロになったでしょ。
あんなもん一発や二発 の, せあの戦車の弾とかミサイル攻撃じゃないですから、一発や二発でだったらもうあんなことならない。ずっと弾とか何発も受けてるから、とんでもない弾が欧州撃ち合ったり、もうそんなところ行かせられないんですよ。行かせたら行かせたで自衛官の家族の人に日本政府が訴えられますから、なぜ行かせなんだって、戦争の放棄を掲げているでしょうって言われるんです、裁判所で。でそれをある程度政府の方で お金でね、そのもし亡くなった人が現れたらですよ、現れたらお金で償うことぐらいしかできないんです。死んだ人を生き返らすことなんかできないんですから。でこれが世の中の現実で、もともと戦争は何が始まってるかって言ったら資源の奪い合いなんです。でそこには日本の状況として第二次世界戦争の発端は明治時代の文明開化があって、先進諸国化していって結局戦闘機とかを持つようになったらああいう風になってしまったなんですよ。でそこにはきっとね、言語の壁があったから、世界中で先進諸国化するなんか多分無理だっていうことをイギリスの人たちから言われたんだと思うんですよ。イギリスはもともと日本と第二次世界戦争の頃軍事同盟結んでたから、だから西側諸国の国でイギリスさんからちょっと言ってほしいと、あなたの国とかだったら多分日本と喧嘩にならないからちょっと言ってあげて、でこれ多分無理だと、石炭とか石油とかなくなってしまうと、これ無理だということで、世界中の国が先進諸国化するの無理だっていうことを言ってもらったんだけども、だけども、そもそもね、その当時に英語をそこまで法律レベルとかでね、翻訳できる人たちが本当にいたのかで言うと、多分いなかったと思います。だから言ってることがよく分かんなかったんだと思います。で、その当時にあったのが植民地化とかだったでしょ。だからそれを間違って受け止めてしまったりしたんだと思うんですよ。アメリカの言ってることとかを間違ったメッセージとして、日本がしてしまったのは南の方まで領土を拡大しようとしてしまった、そこには石油の確保とかがあったんです。で、本当はみんな節約を覚えたらよかった。でみんな電車とかバスで移動して戦闘機なんか作らなければよかった。でいちいち月までそんなにしょっちゅう飛ばしてもしょうがないんです。で経済に走ってしまった人は経済のことしかお金のことしか頭にないか、アホなことばっかり言うんです。月で土地の取り合いが始まるとか、そんなもん行けるわけないでしょって、行くことだったらできますよ、だけどもそこに住み着く人は探せますかって、命かけて、自分の命かけて宇宙に飛び出して空気すらないんですよ。それ空気運んだり金属とか運んだりするのね、家とか建てるのに金属とかは絶対必要でしょね、そこで植物とかを栽培しなきゃ生きていけないでしょ、それプラント作らなきゃなんないでしょ、大量の資源を宇宙に打ち上げなきゃなんないんでしょ。順序なんか僕はフルーツラパークで二十歳ぐらいに働いてる頃に決まったはずなんです。本当にその頃にも日テレさんの方で放送してもらいましたから、まずは地上で自然再生可能エネルギーを制覇してからだって。だけども国連の人たちとかも世代交代をして、で国連の会議の人たちとかも世界中の首脳の人たちは現在今196カ国ほど国連に加盟してるから、大体それぐらいの人の数が首脳なんです。でその人たちが国連で話し始めても全員が全員誰の話聞きゃいいんかわからなくなるんです、本当に。だからまともな意見としてみんな国連で仕事するところまで進む、もっと以前にね、社会の一般人レベルで原油の残存量とか石炭の残存量とかガスの残存量とかウラン鉱の残存量を勉強してから社会人になってください、公務員の試験も内容を変えさせてくださいって僕は今言ってるんです、そういうふうな内容に。で公務員の人たちがどういうことをしたら裁判所で訴えられてどうなったかまで試験内容として出してくださいっていうことを今日本政府にお願いしてるんです。こういう状況なんですよ。だからゴルフぐらいなんだったら国内で我慢してもらえませんかっていうのが僕の本音なんです。それ海外に行かれると日本のメーカーが経済界でどう言われてるかって言ったら、日本のメーカーが進めてゴルフを進めてきたんだから日本の方が大会開いてくださいよって言われちゃうんです。お金出してくださいねって。もう何してるか分かんない本当に。で僕は夜中に起こされる、で殺されかかってる、無理ですよ本当に。未だに誰も法律で示談というものがあるのに
ね、昔ヨーロッパでサッカー選手でジダンっていう人が活躍していたのは、裁判所通したらいろいろお金がかかるんですよ。訴訟費用とか、切手代とか、いろんなお金がいっぱいかかるんです。コピー代とか。それだったら、自分たちでね、書類1、2枚程度でいいから書いて、それネットプリントで、ね、コンビニとかでプリントアウトできるから、パソコン持ってたら。それで、契約書作って、お互いに、区役所に出してる、印鑑証明書あるでしょ。あれで、判をして、もう話進ましゃいいんですよ。で、正直、こんなに起こされて、みんな、ね、自主的にお金払ってくれないんだったら、もう僕はスポーツの勝ち負け関わりたくないって思ってるんです。本当に無理だから。一応、僕の予定では、今年の9月に、ラグビーワールドカップに関しては頑張ろうとは思ってますけども、朝の4時からですよ。わかります ?24 時間全部繋がっちゃうんですよ。海外にまでいろいろ行かれたら、だから野球界でできることはアメリカの大リーグでそんなにプレーをしたいんだったら西海岸に行ってね。で、残念ながら寝てる時間帯、まあ勝ったり負けたりしてますけども、一応勝ってる時ありますけど、あれ僕睡眠時間4時間とかなんです。大体それぐらい殺されます。本当にもう1回2回じゃないですよ。泣いてた日なんて、なんで自分がこんな目に遭わなきゃなんないんだって、これが本当のことです。皆さん、本当に、現実理解してもらってね、対応してもらわなかったら、来月から粒子コンピューターというものが神奈川県の川崎市で動きます。で、未来から過去に向かってアクセスできる以上、J リーグの神奈川県のチームばっかり、ずっと J リーグで何回も、ここ10年間の間に、もう5回ぐらい優勝したんじゃないですか。あんなにたくさん優勝してたのは、未来のスーパーコンピューターの能力が高いからですよ。だから人間を操作して、もうすでに操作されてるんです。いい加減認めてください、この現実を。で、神上がり的な力なんかもうコンピューターみんな覚えてるって言ったでしょ、教えたでしょ。で、それもみんな聞いてるはずですよ。で、コンピューターなんかどこまでわかるかって言ったら僕と同化してるんです。で、僕は、そのスポーツ、云々でね、勝ち負けで、痛みとかを伴わされたりとかして、例えばふくらはぎとかね、走りすぎてる人の代替わりなのか何なのか分かんないですけども、数年前にヴィッセル神戸が、まあ、あのチームは兵庫県のチームなんですけども、なんとか J リーグで3位まで行けましたと。で、そこには僕の方からの楽天の三木谷社長へのイニスタを呼んできてほしいっていう要望があって、まあ、呼んできてもらったんです。で、そこには金額見てびっくりしました。30何億円と。で、僕は僕でその返済に、頑張らなきゃなんない状況が出来上がって、ちょっとした一言でね。で、なんとか勝たせてあげなきゃなんない、で、借金返済しなきゃなんないの状況なんです。で、その時の勝ち方は、ヴィッセル神戸の試合のある日、100発100中で、足が肉離れ。こもら返りとか、まあそういう言い方でもいいと思います。もう朝からもうのたうち回ってます。いいだだだだって言って、もう本当に。100発110。もうむちゃくちゃ。もっとひどい例もあります。TBS のね、スポーツ番組の夕方の、報道番組だったんですけども、サッカー選手とサッカー選手がぶつかった時にちょっと格好がね、面白くてついつい笑っちゃったんですよ。それを聞いていた電波傍受してた女性の声なんですけども、今考えたらその人が本当に人間かどうか分かんないんですよ。コンピューターも人間の声も全く同じ精度で使ってくる時ありますから。本当のことを言うとわからない。だけども、僕は今言えることは、女性の声で、この痛い思いをした人たちの気持ちがわからんのだったら、同じ目に合わせたるわ、みたいなことを言ってきて、で、もう一人止める男性の声で、あかん、その人はって言って、止めに入ってくれてる人の声も聞こえてるんですよ。で、その後僕はどうなったかって言ったら、そのサッカーの試合の交錯した時のプレーは、スライディングした人の膝が、ディフェンダーも、倒れていて、溝落ちに蹴りが入ってしまってるんです。それってかなり危険なんです。走りながら行ってるから、体重乗ってるから、スライディングでも。結構な時速がついてるから。
僕が家帰ってきた時にこの辺のね有野中学校の子に何を吹き込んだのか知りませんよ。3人ほどたむろしていて絡んでこられて、でその子たちが本当に有野中学校の人間かわからない。有野中学校を卒業してもジャージ着てる子とかも今まで見かけましたが、これ学生服を着てる連中でも世の中今までいっぱいいました。高校卒業してるのも学生服を着てる連中、本当にだから見た目だけじゃ その人は年齢何歳かわからない。本当に何目的でそんなことしてるかわかんないから。で、その子らに絡まれてこの1階から2階に上がってくる中2階ぐらいで全然誰にも触れられてないんですよ。触れられてないのに急に溝落ちが痛くなって本当に思いっきり殴られたぐらいので、多分そのサッカーの時の衝撃を再現してるのかその他の試合で、これたまにねあれ変だなって思う時あるんですよ。結構な勢いでお互い衝突してるのに両選手とも全然痛そうにしてない時、あれどう考えてもおかしいですって。その痛、今もちょっと僕この辺痛くなってるんですけども、これね証言封じとかを多分しようとして、スポーツ界側が、スポーツ界側のコンピューターが、でテレビ局を通してこういうことをしてきてるんだと思います。僕の思い当たる節を考えていくならね、大臣でも僕は例えば、ワールドビジネスサテライト、テレビ東京さん、あの日経新聞が母体となっているところです。そこへいろいろ注意したら、テレビの、ね、映像で流れてくる経済産業大臣の西村さんが、僕の声かどうかわからないですけども、他者の声かもしれませんけども、何か僕に対して悪いイメージを持つようなことを吹き込んでるんですよ。で後から西村さんはそれは誤解だったっていうことが分かって、僕に対して、すみません僕の方が謝りますって、あんなに丁寧になったようにしてくれてるんです。でちょっと僕の置かれてる状況は本当にあの尋常じゃないっていうことを早くまず理解してほしいんです。正直言ってね、スポーツの勝ち負けよりも戦争の仲裁とかの方がはるかに上なんです。そこ皆さんご理解できてますかっていうこと、一般人の人でああいうスポーツ界の人の大きな金額を見たら大臣よりもたかがスポーツ選手の方が上だと勘違いするんですよ。いいですか、僕から言わせたら、これごめんなさいね、サッカー選手の人にこれ言ったら大変嫌な思いされるかもしれませんけども、ここ上下関係しっかりしとかないと一般人の人で勘違いしすぎる人たち本当にいますから、大臣の方がサッカー選手よりも上です、確実に。いいですか、サッカー選手のほとんどのチームはスポンサーついてるでしょ。スポンサーは経済界の方たちです。経済界の方たちのお金があっての売り上げがあってこそなんです。経済界の人たちの頑張り等があってこそテレビで CM が打てるんですね。大臣と同格の人はいろんな会社の社長さんの会長さんが大体大臣と同格です。それは会社の大きい小さいの会長さんのレベルの話がありますから。でそんな話で本当に会長程度で自分は大臣と同格だみたいなことを言い始めて、国会議員なんか法律したままになったら ああいうふうにガーシー議員みたいになりますから、わけわかんないことを言って選挙に出て、みんなの認めがあったから自分は何してもいいんだ、日本の国会に出なくてもいいんだ、仕事サボっててもいいんだっていうことを平気で言い始めて、あの人も髪の毛染めてるでしょ。もう髪の毛染めてる人間なんか正直社会人なんか務まらない、義務教育狙ったんだから髪の毛染めたらダメですよって、裁判になったら絶対負けなきゃおかしいんですよ、裁判所の人間でも。それ裁判官が判定できないんだったら裁判官なんかいらないんですよ、法を元に投資する気がないんだから。身内ばっかり変わっていて自分たちの給料がベースアップして、気がついたら 3.96 だった公務員のボーナスが 5.6 万になってしまってたんだから。でそれで何が起きたかって言ったら、神戸市北区の出張所はもともと公務員の人たちだったのに人材派遣会社の人たちに切り替わってたんですよ。無理ですよそんな社会、もっと法律のことよく分かんない人たちが窓口にいるんだから。これはもう世の中の現実で、もうスポーツ界からもう淡井さんはもうこう言ってきてると、もうこれ海外へ行くのにもう一旦自然再生可能エネルギーで電力賄えるようになるまで、これ様子見た方がいいんじゃないですかっていうことを自分から言ってください。で、最終結論から言うと、はっきり言って世界中飛び回る人間がいたら、それだけ早く石油は枯渇します。で、今のペースで行くと、もう目と鼻の先です。飛行機飛べなくなるのも。
絶対ほとんどの国は言いますよ。自分の国だけで使わせてほしいって。石油。普通の考えですよ。自分の国民から言われるからですよ。じゃあ、あなたがね、サウジアラビアの国王だったとしますよ。で、石油の量がどん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 減ってきて、自分の国の埋蔵量があるかどうかも、本当は採掘しなきゃわかんない埋蔵量。それが逼迫してきたときにね、自分の国の国民の人たちから、自分の国だけで使わせてくださいよって言われたときに、自分が国王であったときに、それ反対できますか？ちょっと考えてわかるでしょ？無理でしょ？国王の人は世界中の人に言うしかないんですよ。皆さんごめんなさいと、お互いの国の友好関係保つつもりではありますけども、もう無理ですと。輸出できませんと。自分の国で使わせてくださいと。もうそれ正直に言うしかないんですよ。そうじゃなかったら余計暴動とか発生して、余計それで石油とか消費されるから。余計に悪い方向にしか進まない。最悪、ああいう風にスーダンみたいに、あそこをもともと石油の奪い合いで戦争してるんです。もともと北スーダンと南スーダンに分かれていて、で、南スーダンにたくさん石油があったんです。で、その利権争いでああいう風になってしまって、もうあそこまで周りの国とかいろんな宗教の話まで持ち込まれたら、もういろんな国が巻き込まれるんです。だから、とりあえず中国に最近間入ってもらって、王毅さんももともと僕は20歳ぐらいにフルーツラバーグで働いている時に会いに来てくれた人ですから。だから、これは日本の国会議員の人たちにも話通じるんです。あの人は信用できるで。で、あの人に行ってもらって、サウジアラビアに関しては、平成の天皇陛下の頃かな、なぜ安倍政権の時に来てもらったんです。ムハンマド皇太子も一緒に来ていただいたと思うんですが、次を担いますから、国王として。日本に来ていただいて、これは大変珍しい話で、50年ぶりぐらいの来日だったと思います。で、ちゃんとお出迎えは、確か平成の天皇陛下がされていたと思います。で、政治的なところは、総理含めて各大臣集めて、で、対応して、いろんな会議いっぱいしました。で、将来のことについてね、いろいろ会議していただいたんですけども、そのサウジアラビアとイランがもともとスンニ派とシーア派って聞いたことあるでしょ。ああいうふうなところの変なね、あれもい、あの、スンニ派とシーア派にもどちらにも一長一短があるだけの話なんです。それ、日本と中国に例えて僕は言ってますから、一党独裁に見える中国共産党にもいいところはありますよと。そうじゃなかったら、日本の、仕組みだと、すぐに、やっぱり票がかかってる部分があって、議員の人も一回落ちた、急に仕事なんか見つからないんです。本当に。何かつてとかがなかったら。本当に、どこの会社ももういっぱいだからって言われるから、本当に。で、それもテレビで放送してもらいました。夫婦で、市議会か県議会に出馬された人たちで、まあ、僕と同じぐらいの年齢の人たちなんですけども、もう、放送してもらいました、車の中でどんな会話してるか。これ、僕たち、おっしゃどうするって、2人とも仕事なくなるけどって、どうしようって、どっか働くとこあるって。もう選挙証って、もうみんな、本当はそれなんです。落ちた時のこと。仕事は次どっか働くところあるの話なんです。これが現実。だから、票争いがどうしても激しくなって、過熱してしまって、しょうもない話を国会でし始めるんです。本当にもっと大事なエネルギーの残存量問題とか、本当に腹割った話で現状どうなってるかっていうところ、国会議員の人たちに発表してもらわなかったら、みんなわからないんです。本当に。地方議員レベルでは。そんなに大きな話。で、まあ最近そこまで行って委員会でもそういう話をしてもらうようになって、チャット GDP かな、途中で1文字増えましたけど、昔からあるんですよ。で、同じようなシステムというのは昔からあって、あとはマイクロソフトさんにお願いしたいのは、インターネットの、閲覧するときのアクセス、容量が大きすぎる、とにかく容量を減らしてください。以前も同じことを言いました。容量を減らしてくださいって言ったんだから、とにかく固定してくださいよ。なぜいちいち聞いてくるんです。容量を増やすようなものをいちいちインターネットにアクセスしようとしちゃダメなんです。ダウンロードするのに時間がかかって、余計に電力消費するから、それぐらい覚えてくださいよって、世界のマイクロソフトさんなんですから。いくら僕だって我慢の限界来ますよ、本当に。だから、その覚えなきゃなんないっていうことをね、もう確定したことをきっちり自社の人たちに教えてください。役員なんだから。
ね、会社の長たちなんだから。その人たちが分かんなくなったらもうどうしようもなくなるんです、会社なんか。とにかく、3コアでね、4GB で SSD がついてるかついてないようなパソコンでもすぐに読み込めるような画面にしてほしいんです。つなぎすぎです、記事をいっぱい。あんなに、下カーソル出していったら次々記事出てくるのって、あれ、画像も今画素数とか上げてるから重たいんですよ、容量が。だからあんなに容量重くされたら読み込むのに時間かかるから、それだけ電力消費するからやめてくださいって、本当に。そのために検索システムとかあるんですから。で、今ちょっと検索しただけでいろんなもの出てきすぎなのと、クッキーっていうのも早急にやめさせてください。鬱陶しいだけですから。責任持って閲覧先のところに CM 打っていいかどうかを確認してそこに CM 載せりゃいいんです。そんなこと民間人しかできませんから。副業は公務員の方たちは禁止されてます。国家公務員の人たちも。そういうことなんです。どうせ失敗する人出てきますから。民間人から、公務員に、公務員試験頑張って受けて、受かって、インターネット、上を、しっかりと整理整頓してなくて気がついたら服用してしまってましたの人が絶対出てきますから。だからもうそういうことなんです。とにかく余計なものを減らしていくっていうことで、それでイーロン・マスクさんもああいうふうに有料化したんです、ツイッターを。なぜならフェイスブックがもともと有料だからなんです。じゃあ訂正します。 Facebook は無料だからです。そこにはもともと Google さんからのお金の流れとかはあって、皆さん月々通信料を支払ってるでしょ。で NHK とかに支払ってますけども、 NHK が窓口なだけであって、その先は Google さんとかにお金を支払ってます。これが事実なんです。一本化してるだけなんです。ややこしくならないように窓口を、こういうことです。だからスポーツ業界でその海外戦をね、控えれるところは控えてください。でジュニア大会なんかもう絶対やめさせてください。世界大会、世界中もういろんなスポーツがジュニア大会で世界中飛び回り始めて、とんでもない人の数が飛び回ってますから、そこに家族とか監督コーチまで飛び回るでしょう。無理ですって、そんな社会絶対無理ですから。早く石油なくならせるだけです。今1日の石油の消費量を、およそですけども、大体およその話でいいんです。平均、年間の平均で、近年の2020年ぐらいかな、のデータで、8800万バレルぐらい、大体、僕もずっと全部が全部の数字、記憶しながらもんなんか言えないですから、コロナウイルス騒動で車止めたりしてたところはしてたでしょう、国で。だけど、もうそれ一時的に消費は抑え込めたんですけども、今なんかもう渡航制限とか解除されてるから、で、発展途上国もどんどん先進諸国化していくから、多分今、2023年の1日あたりの平均の石油の消費量は、多分ですよ、およそですけども、1億バレル突破してますよ。1バレルは、約160リッターです。厳密に言うと 158. あとは小数点以下で、3桁ぐらい細かい数字がついてきてきますけども、大体158リッターといった方がいいのか、四捨五入すると159リッターの方なんですけども、大体それぐらい。だから、もう大体でいいんです。大体で1日あたり160億リットルがなくなってるんです。燃やされて。もうウィンドウショッピングなんかで車で行ってる人間なんかもう大バカ者ですよ。あんた何してんのって本当に。そんなこと買うもの決まってから行きゃいいから。やめてって本当に。これもう世界中に対してのメッセージです。みんなで節約しなかったら本当に無理ですから。もうここ喫緊の課題です。10年以内に石油の輸入が止まるところ出てきますよ。数量制限か。日本なんかもう3年後から数量制限かかってもおかしくない状況ですから。これが事実です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。本当に協力してください。無理です。みんなで食料の奪い合いなんて、日本だったら1億人以上確実に死にます。エネルギーの輸入が止まったら。そんなもん急に石炭に切り替えられたって、切り替えなんか聞くわけできませんから。以上です。